はい、どうも、エアコン屋のデラ君です。今日なんですけど、トークテーマはこちら。マンション用給湯器、手に入らないけど大丈夫？手に入んないですけども大丈夫ですか皆さん。いや、今後一生じゃないけど、今後一生手に入んないんじゃないんだけど、マジで全然手に入んなくて、うちの会社でもうね、注文してるんだけど全然手に入んないの。6ヶ月とかかかんだって。3ヶ月とかだと。マンションに住んでる人超いるでしょ。大丈夫、みんな手に入んないけどやってけてますっていうご質問でございます。うちもね、まあ、宮城県でやらせてもらってるんで、宮城県の住民の方からのご依頼で、マンション住んでますと、給湯器交換したいです、現状お願いしますって言って行くじゃないですか。うん、でマンション用の給湯器を見てきて、注文いただきましたってメーカーにドーンってね、お願いしますって言うと、3ヶ月ぐらいですかねとか、お客さんに言うとゴーンみたいないやいや、これマジそうなんだよね。東京とかは分かんない、もしかしたら物いっぱいあんのかな、こっちは分かんないですけど、宮城はマジで今本当そういう状況なんですよ。なので、まあ、マンションに住んでる皆さん、ちょっと今ね、心してお話今から聞いていただければなと思います。マンションに住んでれば給湯器じゃ 100% 手に入んないのかっていうと、実はそうでもないんですね。マンションの中でも給湯器の取り付け方法はパイプシャフト設置、まあ、パイプスペース設置って呼ばれるんですけど、こういう付き方をしているところもあれば、ベランダ設置って呼ばれる設置をしているところもあります。皆さんが住んでるマンションどうでしょう。マンションに住んでる方はちょっと確認してみてください。お家の玄関を出て共用廊下ありますよね。マンションのみんなが歩く廊下のところを歩いていくと、自分の給湯器が専用のスペースにボコーンと埋まって入ってる人、これはパイプシャフト設置です。そのパイプが専用に通ってるスペース、扉下がバーンなんて開けてね、配管がいっぱい見えると、うん、そういうしっかりとした専用のスペースに入ってるパイプシャフト設置、あとは自分のお部屋のベランダガラガラっと開けると、ベランダの外の壁のところに給湯器がガーンって引っかかってて、配管がつながってるっていうベランダ設置ね、こういったものがあるんですが、中の人問題です。ででん、どちらの給湯器が手に入らないでしょうか。正解。もうね、パイプシャフト設置はマジでアウトっすね。アウト。なので皆さん、ベランダ設置してる人はセーフでございます。セーフと言っても、まあ1週間から1ヶ月とかかかるのは今もう当たり前になってきてるんで、給湯器やばい人はね、あの早めにあのお問い合わせして見に来てもらうに越したことはないんですけど、こっちの人ね、パイプシャフト設置の給湯器がもう、ふざけてんのかっていうぐらいないの。これね、理由もあって、マンションってさ、やっぱりね、そのパイプシャフト、パイプスペースっていうのも、やっぱり寸法もだし、いろいろだしさ、寸法も排気方法制限されると。うん、マンションのパイプシャフトっていうのはそうだよね。専用に空いてるそのパイプのスペースっていうのが、やっぱりマンションによっても違うし、排気方法もさ、給湯器の排気ガスをブワーってまっすぐ出していいって言わないマンションもいるわけ。うん、なんでかっていうとさ、玄関バカーンって外に出てすぐ横に給湯器ついてるお家なんかだと、排気がね、ボーって玄関のところに溜まっちゃうんだよね、玄関の外にね。うん、排気してるガスっていうのは体にとても良くないので、本当に人も亡くなっちゃうぐらいのね、あの排気ガスなので、しっかりパイプをつないで外に出してくれとか、排気をまっすぐじゃなくて横にボーってこう排気するためのユニオンというかソケットをつけたりとかね、そういったものが必要になってくるわけなんですよ。うん、なので寸法も排気方法も制限されるマンションのそういった特殊な給湯器っていうのは、メーカーからしてもこれを作ればいいの状態に入っていくわけなんだよね。今物がこうない、半導体が不足してる、まあ今はもう不足してるのも大体解消されてきてるけど、不足してた時に来てる依頼注文がまだ消化し終わってないから物がないのね。はい、物があります、作る人も今戻ってきてます。じゃあそうなった中で、どの給湯器から作り始めますかって言ったら、こんな特殊な給湯器を作り始めるわけないんだよね。みんながいっ
ぱい使うような本当にベランダに設置してまっすぐ排気するようなこういった給湯器、よく出る給湯器から生産っていうのはやっぱ開始されるわけ、うん、そうするとこういった特殊な排気方法のものはどれを作ればいいの状態になっていくと、はい、そうなった時じゃあ6ヶ月後3ヶ月後に入ってくるっていうのは何でかっていうと、こっちで注文かけるからだよね。発注をかけてるわけだから、発注をかければもちろん作ってもらわないと困るわけよ。発注がかかったらよしじゃあ作ろうかと、しょうがない注文来てんだから、前の人の注文終わったタイミングであここで来た発注来たじゃあ作りましょうってなるわけ。そうすると3ヶ月とか6ヶ月とかその後ぐらいにはやっぱり来るわけなんだね、ものがね。なので今のお話を聞いてる限りだよ、皆さん注文しないとマジで来ないの、このパイプシャフト設置ってマジで来ないんだよ。だから自然に復旧するのを待つっていうのは、このパイプシャフト設置の給湯器がね、前は結構あったわけ。1週間とか待てばすぐ全国どっからかバンと送られてきたりとか、あんじゃ3日後に交換行きますねとかっていうのが全然できたんだけど、物が全然なくなった今、そういう状態に戻るまで待つっていうのはもうここ1年2年では100%無理だから。だから自分のお家が今マンションです、パイプシャフト設置の給湯器使ってます、ああ今物ないって言われたから、まあでもいいや、今まだ壊れてないし、あと2年とか1年待てばまた壊れそうだな、もう一回業者さんに声かけて見積もりちょうだいって言った時、あすぐ手に入りますよ、もう今ならもうやっと戻ってきましたよ、3日後とかに来れますよっていう状態には 100% なんないから、2023年中にも絶対になりません。なので気になる方は今からでも遅くはない、いやまあ遅いんだけど、遅く俺1年以上前から言ってたからね、うん、もう今からでもまあ遅いけど声かけて発注してもらわないと物が入ってこないよと。いやお客さんラッキーですね、バック排気の給湯器1台たまたま手に入ったんです、あナイスナイスよ、 100% だからね、ないのでしっかり見積もりに来てもらって発注をかけてもらってください。まあ他の動画でも言ったけど、いっぱい在庫持ってたりいろんな設置状況のものをこうなるのを見込んで在庫持ってる業者さんも中にはいます。なんでたまたまネットで見つかったとか、たまたまうちあるよっていう業者がいたっていう可能性はあるんで、諦めずにね、そういったのは電話をかけてみたりとかね、お問い合わせしてみるのはいいと思います。それは相当運がいい人だけどね、でもまあやってみる価値はあると思うんでね、今壊れてる人だったらもうなおさらでしょ、絶対手に入れなきゃいけないもんだから、死に物狂いでみんな探してる人いっぱいいますんで、ぜひ皆さんもね諦めずに探してみてください。はい、ということで今回ねマンション用給湯器手に入んないけど大丈夫っていうことで動画今回撮らせていただきました。うちでも取れないんだからね、給湯器を工事でご提供してる会社でも手に入らないんで、皆さんもやっぱ手に入んないと思うんですよ。なのでねこういった動画撮らせていただきました。何かね参考になった、もしあまあ動画良かったよなんていう人もいればね、高評価なんか押していただいて、今後もねこういった給湯器のお話、俺毎月のようにしてるんだけど、給湯器のお話、あとエコキュートのお話、あとエアコンのお話みたいなね、お家のこと家電のことを何でもお話しするようなチャンネルになってるんで、ぜひ皆さん興味ある方はねチャンネル登録もしていただいて、次の動画なんかもお待ちいただければなと思います。高評価とかねコメントとかもいただくと次の動画作る励みになりますんでね、ぜひそちらもよろしくお願いします。あとね最近すごい嬉しいこといっぱいあって、動画見ましたとかねコメントでいただいたり、あとはねうちの会社にお問い合わせいただいて、実際にね自分がこうおしゃべりさせていただいて、給湯器こういうのいいんだけどこういうのどう思いますなんていう相談とかね、そういったのも随時ねお話受け付けておりますので、ちょっと忙しい時はねメールとかの返事になっちゃったりもするんですけど、そういったのも随時受け付けてますんでね、何かお困りごとご相談あればお問い合わせいただいても全然いいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということでデラ君でした。バイバイ。Stop for a minute. Stop and breathe for a minute.
listening.